りについて勉強しましょう。斜像公式は符号に気をつければレンズと鏡の両方で使えます。像の倍率は M で表せます。凸レンズについて考えてみましょう。高軸に平行な光は焦点 F に集まり、レンズの中心を通る光と B で集まり、通り続く像が現れます。一方、焦点 F より短い場所にある緑の物体 A では B の値が負になり、赤字で書いた成立虚像になります。次に O レンズについて考えてみましょう。この場合は焦点 F は赤字で書いたように負の値になります。高軸に平行な光は赤字の焦点 F を通るかのように赤字 B の場所に成立虚像が現れます。さて、次に凸面鏡について考えましょう。この場合も焦点 F は赤字で書いたように負の値になります。高軸に平行な光は赤字の焦点 F を通るかのように反射します。鏡の中心で同じ角度で反射させた光は鏡の後ろ側で集光したかのように成立虚像が現れます。最後に O 面鏡について考えましょう。物体 A から高軸に平行な光は焦点 F を通ります。また焦点 F を通る光は高軸に平行に反射し、 B の場所に通り続く像が現れます。一方、焦点 F よりも短い場所に緑の物体 A がある場所には赤字で書いたように B が負の値になり、鏡の後ろに大きな赤い成立虚像が現れます。凸レンズと O 面鏡の光と斜像については特にしっかりと理解しておきましょう。2011年センター試験では水晶体とメガネの問題が出ました。物体 A は水晶体レンズを通して眼球の網膜で集光します。集光する B は一定ですので、物体 A の位置が変化すると水晶体レンズの焦点 F を変えなければなりません。物体 A が遠い場所になると焦点 F も長くなりますから、網膜 B で集光しようとすると水晶体を細くしなければなりません。近視になると水晶体を細くすることが困難になりますので、人工的に焦点 F を長くするために O レンズを使います。2013年センター試験では凸レンズの問題が出ましたね。焦点 F とスクリーンの B の位置から物体 A の位置を求める問題でした。斜像公式ですぐに答えが出ますね。また倍率は物体 A と像 B の位置から簡単に求めることができます。物体 A とレンズの間に黒紙を置くと像がどのように変わるのかの問いに対しては、レンズの半分が遮光されただけなので像の形は全く変わらずに光量だけが減少します。